だけど今回は関内駅近くの西銀子さんにお邪魔しております。もともとこちらのお店ってすごいボリューミーな定食屋さん、ご飯屋さんなんですが、今回チャレンジメニューを、作っていただけるということで今作っていただいてます。いろんなメニューがあるんやけど、どれもすごい美味しそうで、ご飯の量 SML ってあって、 L サイズが400なのプラス100円するとキングサイズっていうのできて、1キロまで増やせる。1キロご飯プラスおかずがついてくるから、めちゃくちゃすごいボリュームがある定食を、皆さん食べることができるようなお店になっています。まあ、今日は楽しみながら完食目指して頑張りたいと思います。味噌汁ちっちゃ。だけで今回はこちらのミックス盛りですね。なんか頑張ります。感動しちゃった。綺麗すぎるね。いやありがたいです。じゃあ総重量が約5キロ。チャレンジスタートまで3、2、1、スタート。頑張る。ありがとうございます。いただきます。いやちょっと初めましての感じがしないんだよな。なんでだろうね。これがチキンカツ。これソースとかつけずに食べてみよう。うん、おいしい。サクサク、うん、サクサクやし、お肉がめっちゃやわかい。うん、おいしい。なんかね、ソースとかかけなくても味付けがしっかりしてる。もの盛りめっちゃ美味しい。うん、お米が美味しい。すごいね。うん、美味しい。ちっちゃ。タルタルソースいただいて。パコ、これすごい。あ、おいしい。ゆるめのタルタルだからさ、衣にすごいいい感じに染み込む。うん、うん、ゆで卵出てきた。かわいい。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。はい、どうぞどうぞ。はい、食器お願いします。お店の雰囲気といい、味といい、近場にあったら絶対毎日来るわ。はい、どうぞ。
美味しい。こだわりのタレと店長の魂が入ってるソースらしい。店長の魂入ってる。カニソースめっちゃ美味しい。美味しすぎてよくわからんな。来週あたりにもう一回来たんやけど、本当に美味しい。めちゃくちゃ美味しい。すごいみんなに知ってもらいたいの、こんな美味しいんだよって。でもね、自分の中で留めときたいぐらいすごい美味しい。でもなんか今まで出会えてなかったのでちょっと後悔してるレベルだ今。これさ、ハムカツ。生ハムカツさ、ちょっと食べかけやけどソースかけたい。これ美味しい。本当に美味しい。ファイヤーキングっていう丼があるんだけど、それの辛めのお肉の炒め物みたいな。ありがとうございます。おいしい。辛みも結構しっかりしてるけど、玉ねぎの甘みもすごい。このお肉とキャベツと一緒に食べるのが美味しい。これは食欲そそるわ。なんかニンニク入ってるのとかもある。なんかこのチキンカツすごい美味しい。
釣られたよ。ナポリタンすごい量あるこれ。ナポリタン1人前、1人前以上あるナポリタン。めちゃくちゃ美味しい。これはね、ナポリタン単品でもお腹いっぱい食べたいやつ。美味しいナポリタン。酸味はね、どちらちょっと抑えめで控えめでね、めちゃくちゃ美味しい。やるとさ、そんな大きく見えない。うん、おいしい。このナポリタンも辛くすることができる。ファイヤーナポリタンとかガーリックナポリタンもある。出てくるナポリタンじゃないんだけど、なんか定食屋さんで食べるナポリタン、これ本当おいしいな。よいしょ、うん、すっごい。
何分あっても何時間あっても食べれるか、私ここがピッと来ちゃう。いや、やばいってマジでお腹いっぱい。いや、あのね、ご飯自体は本当に美味しかったので、おかずもすごい美味しかったし、白米もすごい美味しかったし、全部美味しかった、全部すごく美味しかったけど、ボリュームがすごかった。ごめんなさい、本当にごめんなさい。やっぱね、ダメだね、私はまだお米が弱いね。だってなんかね、普通のカレーとかやったらさ、6キロとかいけるのにさ、定食とかなってたらもう急に5キロとか食べれなくなっちゃう。見て、なんかもうちょっと分かりづらいか。もうめっちゃいい音だけどね。お腹いっぱいだ。すごくお腹いっぱいです今。お店の方もめちゃくちゃ素敵な方ばかりでね、すごいお店だった。今度はもうちょっとなんか食べやすさ、なんて言ったらいいんだろう、また別の形でね、ちょっと撮影させていただけたら嬉しいなと思ってます。いや、めっちゃ美味しかったです。で、残りはあのテイクアウトとかもやってるお店なので、残りはあの詰めていただいて、こっちでまたね、ゆっくり美味しくいただきたいと思います。お腹空いてる時に食べよう、また。で、今回は、失敗してしまいましたが、めっちゃ美味しかったです。いや、疲れた。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。ごちそうさまでした。じゃあね、最適でこれお土産で、ドベンチしよう。